ピッチは絶好のコンディションです。フットボールファンの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りいたします。中西さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。インターナショナルリーグ第14節をお送りいたします。これが本日の対戦カードです。試合開始です。さあ、立ち上がり慎重に攻めたいところ。ピッチを優雅に徘徊します。ムアトヤイ、シュート、これはゴールキック。失敗。ムアトヤイ、ジェラール、ジェラール、ジェラール、これはゴールキック。ジェラール、オフサイドはない。さあ、ここからどう攻める。決まった、ゴール、エクセレントゴール。ただいまのゴールシーンを振り返ってみましょう。蹴り込んだ、彼はほん、ジェラール、前が空いた。ムアトヤイ、味方を探してますよ。フォローが遅いですね。ディフェンダーに当たった。コーナーキックを得ました。さあ、チャンス到来。ムアトヤイ、スペースを見つけた。ゴール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 、ダイナミックゴール。ここで確実に得点を奪います。さあ、もう一度見てみましょう。蹴り込んだ、スペースができている。ジェラール、おっと奪った。ムアトヤイ、ボールを囲んでいきます。キーパーこぼした。ヘッドパス、走り込んできた。ムアトヤイ、ここで笛です。前半終了。前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は2対0。さて、中西さん、ここまでの試合を振り返っていかがでしたか？そうですね、非常に見どころの多い試合でしたね。この調子で頑張ってほしいです。はい、どうもありがとうございます。それではこの後の試合をお楽しみください。後半戦キックオフ。ジェラール、これはファールです。ムアトヤイ、
イエローカード。ジェラード。ヘッド、ヘディング、ムアトヤイン。ジェラード。これはちょっと危険なプレーでした。ここは集中しなくてはなりません。ムアトヤイ。さあここからどう攻める。これはゴールキック。横にそれてしまった。ここから打つのか。シュートミス。スタンドから吐息が漏れます。後半20分経過しました。ジェラード。クロス。ジャンプ。ジェラード。交代選手がウォーミングアップを始めたようです。いいパスが出た。ムアトヤイ。ハーポストを狙った。空中戦。ムアトヤイ。コーナーです。ハイボールを競り合う。ジェラード。閉塞したフォーメーションを突き破るドリブル。すでに試合時間は85分が経過しています。さあどちらのボールに。見たか。ゴール。得点は2対1。さあもう一度見てみましょう。危険なタックル。ジェラード。ジェラード。シュート。これはコーナーキック。ハイボールを競り合う。試合終了です。窮地をしのいで勝利をものにしました。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。はい、非常に見応えのある試合でした。なるほど、どうもありがとうございます。残念ですがこの辺でお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお送りいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さんありがとうございました。失礼しました。それではサッカーを愛する皆さん、またお会いいたしましょう。さようなら。